シビル・シェパードシビル・シェパードは、アメリカ合衆国の女優、歌手、ファッションモデル、テネシー州メンフィス出身。10代からミスコンなどに出場するようになり、1968年に、当時一番勢いがあったモデル事務所の、スチュアート・モデルズ主催の第2回モデルコンテストで優勝し、高校を卒業したばかりの彼女は芝叩く間に、売れっ子モデルになり、 1968から70年の間はファッション雑誌グラマーの表紙はシビルとシェリル・テイグズがほぼ独占していたほど人気が高かった。ちなみに彼女が優勝したスチュアートモデルズのコンテストは短期間しか開催されなかったがゴールデンタイムに CBS テレビで放映された回視聴率を誇った。その勢いで1970年代になってからもモデルとして 大活躍していたが、そんな彼女を雑誌で見たピーター・ボグダノビッチ監督に抜擢され、ラスト賞で映画デビューした。テレビシリーズ、こちらブルームーン探偵者の主役として2度、シビルの主役として1度、ゴールデングローブ賞を受賞している。1995年から1997年にかけてエミー賞にも3年連続でノミネートされた。2012年には、 ベストマンでブロードウェイデビューした。1978年にメンフィスで出会ったデビット・ m フォードと結婚し、娘、クレメンタイン・フォードが生まれるが1982年に離婚。1987年にブルース・オッペンハイムと再婚し子供を二人も受けるが1990年に再び離婚。2012年に精神分析医の男性と婚約した。 ありがとうございます。